民謡で、今日ハイナビラは、琉球放送で月曜引く、金曜の16時17時に放送される、沖縄民謡のリクエスト番組である。初期に生放送を行っていた、琉球放送旧社屋放送開始は1963年2月4日。ラジオ編成課長の外間長期の発案で、番組化。開始当初は、奥に言葉で、今日ハイナビラだった。当初の放送時間は、 月曜から金曜16時17時30分。1983年より全国子ども電話相談室の時間移動などで放送時間が平日15時16時へ短縮。同時に北島各種と八木正夫以外の出演者が降板。北島が月、水、金曜、八木は日、木曜。メインの進行に番組立ち上げより裏方で関わってきた。 上原直彦を起用、現在に至るまでプロデューサーを兼務。2006年12月には、放送45年を記念して、沖縄各地から公開制放送を行った。2011年4月4日より、ラジオ日経第1放送で、時差ネットが開始された。2012年には、放送50年を記念し、2月23日に、沖縄市で公演を行い、 4月28日には東京日経ホールでの公開録音が行われた。2014年4月の改編において16時からに移動した。同時にニュースコーナーが廃止されている。また金曜にパートナーが復活。ラジオパーソナリティの島袋千恵美が抜擢された。放送開始当初から番組を担当した北島が体調不良を理由に2016年4月から 番組を欠席、後に本人の申し出により6月末で番組を降板。降板当日には番組の終盤に北島自らが収録したお別れメッセージがオンエアされ降板の旨を伝えた。翌7月からは琉球舞踊家で女優でもあるザキミヨネコが月曜を担当。また金曜のみの担当だった島袋が水曜も担当することとなった。 2016年10月の改編において、ラジオ日経第一放送での放送は廃止された。2020年3月、番組開始当初から担当したヤギが3月31日の放送をもって番組を卒業することが発表された。そして、3月31日当日、上原の大役で、その翌々日から正式に、ヤギの公認を務める前川守健とともに、 通常通り出演。2020年1月から病気療養中で番組を休んでいた上原も番組中盤からサプライズ出演し、57年間の出演に最後の花道を添えた。なお、ヤギが担当する収録番組、タラガワおもしろ文化講座は卒業後も引き続き担当する。基本的に民謡リクエスト番組である。昔ながらのハガキによる リクエストにより構成されている。ペンネーム、ラジオネーム、ハンドルネームの使用を禁止しており、電子メールでのお便りおよびリクエストは受け付けていない。電子メールについては、今後も導入しない。また、ハガキ紹介時には市町村名、あざなまで紹介される。リクエストの紹介は、沖縄方言で進行するが、ラジオ日経で聴取している、沖縄県外のリスナーからのお便り、 重要なお知らせ、2014年3月までの金曜日のイチャリバ、兄弟などでは標準語で進行する場合もある。2020年4月からは前川の提案で番組内で参戦を使った生演奏を1から2曲行っている。流歌百景コーナーではコーナー終盤にその日に紹介した流歌にちなんだ生演奏を行う、ほか番組内で 時々リスナーからのリクエストによる演奏に応じることもある。2020年8月24日からは YouTube による番組ライブ配信を始めた。配信開始に伴いスタジオの様子を見ることができる。ただし参戦の生演奏以外は著作権の絡みで音楽を流すことはできない。また YouTube のライブ配信にはチャット機能があるが、 前述の通り番組の方針によりはがき、手紙以外のリクエスト受付とラジオネームペンネームを禁止しているが、このチャットの未システムの関係条例外としてハンドルネームをそのまま読み上げている。なお、チャットに参加する場合は、Google もしくは YouTube の登録アカウントでログインする必要があるが、チャンネル登録なしでも参加が可能である。ありがとうございます。